10月27日日曜日午後1時から藤崎小学校体育館にて藤崎地区敬老憩いの会が開催されました。この会は奈良市の市からも補助金を拠出している高齢者触れ合い元気事業として世代間の交流を含める高齢行事として毎年開催されており、今年も日本舞踊やフラメンコ、 藤崎小学校吹奏楽部の演奏などが披露され約180名の来場者が手拍子や声援を送り温かな雰囲気となりました特に日本舞踊の子どもから大人までのぴったり息の合った演舞の後舞台を降りて行われた体育館全体を使っての和踊りでは「藤崎よいとこ温度パート2」が披露され会場を温かく包み込みました 参加された皆さん、運営に携わった皆さん、お疲れ様でした。